今日は福岡市の赤坂っていうところに来てます。あら、カメラさん揺れてますよ。さて、坂道登ります。よいしょよいしょ。あ、そうでそうで、あ、日頃運動不足かな。ちょっと疲れたな。大丈夫かな。はぁ、着きました。こんにちは、キラキラです。今日はギャラリー&カフェ空の色さんにやってきました。ここは今度、あー、アイドルコール忘れてた。わー、それ行きますよ。キラキラチャンネル、うん、中に入っていきますよ。頭打たないように気をつけて。迷宮の迷路みたいで、こっちで合ってるのかな。あー、大丈夫そう。さあ、中に入りました。キラキラ映ってますか？大丈夫。あー、よかった。まずここにあるのは中島まゆみさんの作品です。今回は油絵がたくさんありましたね。中島さんの作品はとっても優しい気持ちになるので、キラキラ大好きなんです。キラキラ、あとテラコッタっていう彫刻の作品も好きなので、今度の展示会あったら見たいな。こちらには小さな作品が並んでます。中島まゆみさんの作品は Facebook とか Instagram とかでも見れるので、チェックしてみてくださいね。さて、ここからは美濃原美鈴さんの作品です。美鈴さんの作品は牧場っていうアートらしいんですけど、これケロケロ初めて見ました。書道の一つで、でも文字を書かない書道って初めて見ました。水墨画とは違ってて、とてもこれも素敵ですね。わー、ケロケロこれ大好き。足が止まっちゃいますね。どうやったらこんな模様が出るのかな、聞いてみよう。で、お隣は薄い墨のアートですね。これも素敵。そしてお隣のやつも、この模様もとっても素敵です。お部屋に置きたいな。あれ、こんにちは、キラキラです。誰ですか？さてさて、お隣は大きな作品です。これケロちゃん何個分？ところで、さっきのお兄さんとってもかっこよかったな。さて、お隣は対馬隆さんの作品です。一回 YouTube でも取材させてもらったことがあるんですけど、今回カエルさんはいるのかな。ゾウさんと、お、これはヒョウさんと、あー、でも対馬さんの作品とっても大好きです。お隣はカフェがあるんですね。は、作品見た後にちょっと休憩するの素敵。ケロちゃんもやってきたので一緒に休憩しちゃいましょう。キラです。またまたギャラリーにやってきたとって、こんにちは。おー、白い壁に植物の絵がいっぱい展示されてますね。今日はグランドオープン、サンタン英二さんのボタニカルアート展をやっていました。へー、素敵。なんかサンタンさんの絵って本物よりも本物っぽいとよね。それからちょっと近くで見ようかな。もみじの絵とか葉っぱの絵もありますね。お、奥にはフクロウさん。あ、ケロケロちゃん、ライチの絵が好きな？お、これなんだ、赤かぶ？わー、虫食いさんがいっぱい。これ絶対美味しいやつやね。それからこっちは、あー、大橋巨船じゃなくって、巨峰。これケロめっちゃ大好きなやつやん、食べたくなる。あれ、ケロケロちゃん、ウグイスさんと一緒におったと。わー、お腹がふわふわ。ほー、ホキキョウ。カフェの奥にはお庭もあるよ。あったかくなったらウグイスさん来るかな。そうやね、来るかもね。
とカフェの情報は Facebook と Instagram で随時アップされているのでチェックしてみてね。ところでさ、さっきのお兄さん誰やったんやか。本当やね、誰やったんやろ。また来てくださいって言おうたね。本当ね、また会いに来ようかな。